今回は平岩親吉の生涯について解説していくぞ。初めて聞いた武将の名前だね。有名な武将なので、今回の解説でしっかりと覚えておくといいぞ。わかったよ。さて、早速解説を始めていくが、このチャンネルではどこよりも早くどうする家康についての動画を投稿していくぞ。よろしくお願いします。では親吉の生涯を見ていこう。平岩氏は物の部氏の末裔である弓削氏の子孫が三河の国に移り住んだと伝わる家系である。そんな平岩氏の四代目である平岩重益から徳川家康の生家の松平氏に仕えるようになった。また親吉はそんな平岩氏の一員として天文11年に誕生した。親吉は同い年であった家康の遊び友達として今川義元の元での人質時代を共に過ごしているんだ。そうだったんだ。僕は人質時代の家康は一人で今川家に行っていたと思っていたよ。確かに人質と聞くと家康一人が今川家にいるイメージだが、実際は親吉の叔父である平岩親長や弟の平岩政広も人質時代の家康に付き従っていたんだ。なるほどね。だから二人は遊び友達だったんだね。やがて今川氏の人質から独立した家康は永禄13年に居城を岡崎城から浜松城へ移した。この時家康は後任の岡崎城主として嫡男の徳川信康を任命するのだった。それに伴い当時28歳だった親吉は信康の守役に任命された。また当時の信康は12歳だったんだ。小学校6年生で城主なんてすごいね。しかし天正7年に親吉が我が子のように大切に育てた信康は武田氏との内通疑惑により家康の命で切腹させられてしまった。一体何があったの？簡単に言うと築山事件が起きたからだな。築山事件とは家康の正妻であった築山殿が織田徳川同盟に敵対する甲斐の国の武田勝頼に内通したとされる謀反疑惑である。この騒動のきっかけは信長の長女で信康の妻であった徳姫が父親の信長に送った手紙だった。この手紙の内容は姑の築山殿や夫の信康が武田氏に内通していると綴られていたとされる。これに怒った信長は家康に正室築山殿と嫡男信康を自害させるよう命令した。この時親吉は信康の謀反疑惑を自分の責任とし自分の首をはねて織田信長に送り怒りを鎮めてもらうよう徳川家康に直訴するのだった。しかしこの訴えはかなわず築山殿は殺害され信康は切腹させられた。この事件後しばらくの間親吉は自ら蟄居したのである。家康は館から一歩も出ず出仕しなくなった親吉を見かね信康の遺信を平岩親吉に預けて面倒を見るように伝えた。そして親吉はしぶしぶ承知して岡崎城に出仕するようになったのである。親吉は責任感が強い人物だったんだね。そうだな。またこの築山事件の真相に関しては現在でも多くの謎が残っているんだ。そうだったんだ。この事件がどうする家康でどのように描かれるのか気になるね。やがて天正10年に起こった本能寺の変で織田信長が死去すると家康は甲斐の国と信濃の国の攻略を開始した。その後家康は甲斐の国を占領するとその行政を親吉に任せるのだった。それから天正18年に豊臣秀吉の小田原攻めにより関東一円を支配していた北条氏が滅亡すると秀吉は家康を関東に国替えさせるのだった。家康はこれに伴い親吉は上野の国馬屋橋3万3000石を賜ることになったのである。この石高は
徳川家臣団で6番目の高さにあたり、いかに平岩親吉の功績が大きかったかがわかると思うぞ。家康にとって親吉は人質時代から一緒に過ごしてきた友達だから、やっぱり信頼が厚かったんだろうね。また実子がなかった親吉は慶長4年に家康の八男を養子に迎えた。この子の名前は平岩千千代といい、親吉は大変可愛がったと言われている。しかし千千代は翌年にわずか5歳で夭折してしまい、一説によると親吉は声を上げて泣いたと言われている。そうだったんだ。当時の親吉は悲しかっただろうね。それは間違いないだろうな。ただ家康が自分の息子を家臣の養子に出したのは親吉しかいなかったんだ。え、それは意外だね。そうだな。家康が親吉以外の家臣に子供を養子に出さなかった理由はいろいろとあるが、間違いなく言えることは家康は親吉を信頼していたからこそ養子を出したということだな。慶長8年に家康の九男である徳川義直が4歳で甲斐国25万石の大名になると、家康は後見役に親吉を任命した。それから4年後の慶長12年に義直が尾張の国清須藩の藩主になると、親吉も義直の付家老として尾張に移り、犬山藩主として12万3千石と犬山城を与えられることになった。最終的に慶長16年に親吉は70歳で亡くなったんだ。当時ではかなり長生きだね。そうだな。また親吉は家康から託された養子平岩千千代の死後、新たに養子を迎えておらず、実子もなかったことから平岩家は廃絶となっているぞ。では親吉の生涯はここまでにして、彼の逸話などを紹介していこう。親吉の逸話として有名なのは永禄3年に起きた桶狭間の戦いにおけるある出来事である。桶狭間の戦いで義元が討ち死にする。その状況に当時人質だった家康は独立を目論んだ。その後家康は三河の国岡崎に戻るが、当時の岡崎では一向宗が盛んな土地であり、ほどなくして一向一揆が起きるのであった。この一揆の鎮圧に向かった家康の近くで親吉はものすごい奮戦を果たしたと言われている。しかし親吉が一揆側の筧正成と戦った時、矢を受けて倒れてしまった。親吉が倒れてしまったことを好機と見た正成は親吉の首を取ろうとしたが、刀を振り立てて救援にやってきたのが家康だったのである。そして家康は大恩情で正成を圧倒し、親吉の命を救ったと言われている。もし家康が近くにいなかったら親吉は討ち取られていただろうね。その可能性は高いだろうな。晩年の親吉は家康の息子である義直の後見役として尾張藩の藩政を代行した。尾張藩が藩政を行う尾張の国は、当時秀吉の遺志である豊臣秀頼に対する抑えとなる最重要地の一つだったとされる。そのため家康は慶長15年に諸国の大名に命じて尾張藩の名古屋城の築城に取り掛かった。ところが慶長16年に親吉は築城途中だった名古屋城の二の丸で危篤に陥ってしまう。この状況に親吉は危篤の状態でありながら、殿の城で死ぬのは申し訳ないと病を押して籠に乗り、家臣の私邸に移ってから亡くなったとされる。当時の親吉は築城途中で自身が亡くなってしまうと縁起が悪いと考え、家臣の私邸に向かったと言われているな。親吉は本当に徳川家のために生きる武将なんだね。最後に平岩親吉は家康に仕えた16人の後進、徳川十六神将に数えられる武将である。また2023年大河ドラマどうする家康では岡部大さんが親吉を演じる。一体どのような演技が見られるのか気になっている方も多いのではないだろうか。
この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。